い、皆さんこんにちは。本日もマウンテングラフィックを始めます。よろしくお願いいたします。で、今回、久々の、レビュー編、ギアレビュー編をちょっとやりたいかなと思ってます。で、早速なんですけれども、今回お話ししたい内容はこちらの GoPro Max をご紹介させていただきたいかなと思っております。2020年に入ってから私いろいろ物を買ったんですけれども、このナンバー1はこの GoPro Max かなと思ってます。で、ちなみに3番目こちらですね、バリカ、もう自分の髪は自分で刈る時代ということで、このバリカにつきましても本当自粛期間であったりと、今年入ってからもうね、ここへ行ってません。もうここへ行かなくても良いかなって最近思ってます。で、ナンバー2、これですね、オリンパスの OM、OM の EM1 を買いました。これでちょっと山登ってる中ですごい楽しみが増えた。ですけれども、一番の革命っていうところは、こちらの GoPro Max になります。GoPro 最高です。で、今回この動画を通じまして、多分ね、GoPro Hero 8と GoPro Max、どっち買おうかめちゃくちゃ多分迷うと思うんですよね。まあ、全然同じじゃないですね。で、自分に合ったものってどっちなのかなとか、そういったところの参考動画になればなと思ってます。で、動画は2本立てで作りたいかなと思ってまして、まずは今回この動画を通じまして、GoPro、私が感じたね、あくまで私が感じた GoPro Max の良いところっていうところのご説明っていうところと、まあ、GoPro 8と比較してこういうところは優れているんじゃないかなっていうところをお話をさせていただきまして、第2弾っていうところにつきましては、ほんとね、細かいこの、なんだ、GoPro Max の操作方法、まあ、私がわかる範囲の GoPro Max の操作方法をご説明をしたいかなと思っております。ぜひ、久々の山レビュー、山ギアレビューって形になりますので、楽しく見ていただきたいかなと思っております。はい。では、GoPro Max の、早速良いところなんですけれども、モニターがついております。当たり前じゃないですか。はい。そんな声が今、聞こえております。違います。これはね、このモニターって、レンズを、例えば表モードにしていたら前が映るんですけれども、それももちろんこのモニターで見ることができます。でも逆に、裏モードにすると自分の自撮りをしているのもモニターに見えるっていう感じの機能がついております。多分ね、これができるのが、GoPro、の Hero 8につきましても、後付けをすれば、それができるようにはなっているんですけれども、もう元々これがね、表、裏、どっちも、この、なんだ、モニター変更が可能っていうところが非常に良いかなと。なんで、例えば旅行行きますであったりとか、みんな写真撮りますっていう時に、やっぱ、モニターが見えない状態でこう撮影すると思うんですけれども、モニター付きの状態で自然と、撮影ができる。っていうところが、まず一つ目、めちゃくちゃ良いところなんじゃないかなと思っております。では、二つ目、早いですね、今回展開が。二つ目なんですけれども、GoPro Max につきましては、6つのマイクがついております。表、もちろん、裏、上、横、下でしたっけ。まあ、6つあります。で、これが何がすごいかっていうと、普通の GoPro って、前面と左右だったと思うんですけど、自分が一番声を出すこの背面っていうところに確かついてなかったんじゃないかなと思ってます。で、これ私がもう大体使い始めて、大体どうですかね、3ヶ月、4ヶ月使ってるかなと思ってるんですけど、やっぱね、声がしっかり入る。いろんなところの音がしっかり、取れるっていうところ。があります。で、ここの、どこから音を一番拾うかとか、そういったところも、一応この設定で選べるようになっておりますので、いろんな撮影に適した音の拾い方ができるっていうのが、二つ目に多分いいことなんじゃないかなと思っております。はい。では、もう三つ目入りたいかなと思っておるんですけれども、多分これが一番の大きな違いなんじゃないかなと思っておるんですけど、カメラが、レンズが2つあるっ
ていうところなので、360度の、カメラまたは動画を撮ることができます。要は、通常の GoPro になりますと、やっぱり前面の映像っていうところはもちろん中心っていうか、それしか撮れないっていうところなんですけど、例えば空撮っぽい動画を撮ることであったりとか、逆に喋りながらこうやって撮ってます。でも前面の写真も加工で使いたいであったり、そういったところでは、両方360度すべて撮れるっていうところが、GoPro の通常のヒーローとの大きな違いになるかなと思ってます。なんかこの360度カメラのより良いところの話をすると、例えばパノラマ写真とかっていうところもボタン一つ押していただければ、なんか通常こうやってなんか携帯とかでもこうやって、こうやって撮るじゃないですか。それがもう一つこのボタンを押すだけで360度パッと撮ることができます。だからやっぱね、こうやって撮ると絶対こうなんか歪みが出たりとか綺麗なやつを撮るのって難しいかなと思うんですけど、これがやっぱ一つで撮れるっていうのがこのやっぱレンズ機能の大きな性能なんじゃないかなと思ってます。で、ここからは共通のお話になるんですけれども、ビルトインマウントっていう制度っていうところを多分セブンぐらいから多分やってるんですかね。8からですかね。こう、下の、マウントをする、マウントっていうなんか、こういう、なんだろう。こういう装備とかにつけるときのやつが、こう収納ができます。で、この収納ができるのは何がいいかっていうと、こうやって置けます。置けるっていうところと、やっぱなんか、収まりがいいっていうところがいいんじゃないかなと。で、一応こう、じゃあもちろん耐久性の話があるかと思うんですけども、ここは、まあオプションであったり修理とかで変えることができますので、安心して使っていただけるかなと思います。またまた、一緒の同一の話にはなってしまうんですけれども、この手ブレ補正っていうところがすごいです、これ。で、どれぐらいすごいかっていうと、こうやって動画撮ってる時に、例えばこう反転させますって言ったところでも、水平維持機能っていうのがついておりますので、背面になったとしても自分自身は、例えば普通こう横になってっちゃうかなと思うんですけど、ずーっと維持した形、こうじゃなくて、ずっと、みたいな。難しい。説明難しいんですけど、ずーっと平行を維持できるっていうのが、すごいところ。これもね、GoPro Max でやったんですけど、非常に良かったかなと思っております。じゃあ最後に、この GoPro Max ちゃんの悪いところっていうか、ヒーローさんの8に負けているところっていうところを話をしたいかなと思ってます。で、まず一つ目っていうところが、大きいです。大きくないんですよ。めっちゃちっちゃいんですけど、例えば帽子とか、ヘルメットとかつけるときでも、なんか、ちょっとバカっぽくなる。なんか、GoPro の方がやっぱね、ヒーローの方がちっちゃいんで、なんか、それっぽくなるんですけど、ちょっとでかいなって、個人的に思うところが、まず大きさの違いっていうところがあります。二つ目なんですけれども、綺麗な画素数、まあ、画質の話にはなってくるんですけど、GoPro Hero 8の方が画質がいいです。4K とフルハイビジョンの違いがあります。GoPro Hero 8につきましては、4K 撮影が可能で、こちらフルハイビジョンでの撮影っていうところにはなってしまうんですけど、もちろんそれでもね、全然綺麗かなと思ってます。なんで、もちろん簡単に言うと、コンパクトさ、大きさっていうところと、画質っていうところが違います。で、あと、やっぱコンパクトの方がいいっつうのももちろんあるかもしれないんですけど、いろいろこの GoPro Max については化けるかなと思ってます。なんで、例えば空撮も可能っていうところであったりとか、自分の撮りたい映像っていうのを加工して作ったりをするっていうところ、あとこうやって一緒になんか、一緒にじゃないですね。なんかこういう動画を作ったりとか、みんなで記念撮影をするとか、そういったような使い方っていうところで、背面ディスプレイに対して背面レンズっていうのが使えるっていうところは、多分非常に良いところなんじゃないかなと思っております。はい、ごめんなさい。私が実際使ってみて思う GoPro Max の良いところっていうところは、多分こちらになるかなと思っております。簡単にまとめますと、
まずはモニター機能がついているっていうところと360度カメラがついている、そして6つのマイクがあるっていうところ、共通としては、手ブレ補正っていうところがしっかりついているっていうところと、ビルトインマウントっていうところの、収納の良さっていうところがあります。で、GoPro 8に負けているところにつきましては、おそらく画素数、画質っていうところと、やはり大きさのところは違ってくるかなと思っているんですけれども、多分この GoPro Max を選ぶ方っていうところで言うと、いろんな画角であったりとか、加工をすることによって、化ける写真を撮ったりとか動画を撮るっていうところが非常に良いかなっていうところと、こういうロケ動画であったりとか、いろんなところでこう自分を見ながら撮影できるっていうところは、非常に多分ね、撮影的にやりやすいかなと思っております。はい、じゃあ今回、GoPro Max 8比較っていうところ、まあ、実際私が使ってみて、感じた良いところっていうところをまとめさせていただきました。ちなみに今回この動画の撮影はこの GoPro ちゃんをこうやって出すためっていうところもありますので、 iPhone での撮影とちょっと画質が悪いかもしれないんですけど、許していただきたいかなと思っております。はい、じゃあ次につきましては、基本的な使い方のご説明っていうところ、実際の編集の仕方っていうところを簡単にまとめる、本当にね、簡単にまとめるような話にしたいかなと思っております。久々の山レビュー、GoPro Max 編、これで、1回目以上にしようかなと思っております。今回もご清聴いただきましてありがとうございました。